これ今メジャー最高の遊撃手と言われてる選手ね。オッケー、こういう感じじゃん。で、これやって今29歳ね。で、まあ今年もツインズでシーズン中はもう調子良くなかったけど、プレーオフ無双したわけですよ。プレッシャーがかかるプレーオフでガチガチ打ったで、なんでもっとプレッシャーがかかるプレーオフだって調子シーズン中悪かったのに、コレアがあんないきなり突出したパフォーマンス出せるか。で、打点もメジャー歴代の中でもランクプレーオフで多分何位かな、ちょっと忘れたけど、もう歴代の中でも上位に入ってきたんだね。で、打点が上がるってことは勝負強いってことっしょ。そうっしょ。でもじゃあなんで勝負強いのかって言ったら、今日みんなに要求したことをひたすらやってる人だからだよ。でもちろんじゃあメジャーリーグかかる才能、ドラフトかかる才能ありましたね、肉体的に。でもかかった後に彼が何をしてるかって言ったら、それは君たちが想像もつかないぐらいのテンションで一個一個の練習やるよ。例えば内野の守備練習やるときも、三好コーチ、今年メジャーキャンプずっと手伝ったけど、三好コーチがボール本当に真剣に待ってないと取るの危ないぐらい、フィード来たときにこっちが怪我するぐらいのボールを近い距離からのバッチン投げてくるから。で、練習も言ったみたいに始まったら集中力パチンって一気に上げてコンパクトにギュッてやって終わるから、わかる？ここのゲートくぐったらスイッチ変えてほしいんですよ。小学生にも言ったけど、おそらく今じゃあ練習してて、普段のチームで日曜日土曜日練習行きますとか、練習他の日もありますって言ってる時に、おそらく君らはおそらく長時間の練習することに非常に慣れてる形式でやってるのね。だけどここ来たら90分間この一歩をくぐったらバッチンって集中力上げてほしいんよ。もうここじゃあ終わりました、出ました、もう頭使えねえわってぐらい集中力使い切って上手くなるために、自分の能力使い切って歩けませんぐらいのテンションでここで練習やってほしいんですよ。だから今日決めてた目にはあったけど変えたわけ。なんでって、だって競争してないじゃん。競争するスポーツなの。ペア組んで簡単なところでやるじゃん。そうでしょ。でもじゃあ簡単なところでやってて上手くなる？ならないよね。いつも言ってんじゃん、補助輪ずっとつけてても補助輪外した状態で自転車乗れないじゃん。で、言ったみたいにここのスクールでお願いしてることって、明日300キロのベンチプレス上げてくださいとか絶対言わないんですよ。そんなことできないって分かってるから。ただ今肉体的に能力があるないは別として、別として今言ったみたいな、ここの練習にかける熱量とか、じゃあ先週さらにきついことを要求したけど、当たり前にできることを当たり前にやってくださいって言ってるの。意味わかる？誰もができることをやってくださいって言ってるの。ノートなんて100人いたら100人取れるよ。絶対に取れる。取れないわけがないから。自分のやってることに情熱があります、めちゃくちゃ上手くなりたいですって思ってる人がいたら、ノート書くことなんか苦にならないから。もう寝る時間惜しんでるのも絶対書くから。絶対上手くなりたい人って。で、これらっていうのは、それを本当に1日目から、シーズンの終わりまでずっと持ってくる人。メジャーにいるのに。監督がオフですよって言って、今日お前これはもうオフだから、試合出ないからって言っても信じられないぐらいの準備をして、大概の選手がメジャーリーガーでも今日試合出ないって言われたら、仲間とハハハっつってダグアウトで話してるのに、コレアはその状況でもずっと試合展開読んで頭の中からゲーム外さないから。日本人トレーナーがミネソタにいて、阿部正道って優秀な人間がいて、彼がいつも俺にテキストしてくる。すごいですよと。バックアップで今日出ることないのに、出てる時以上の集中力で準備してます。誰であるか分かんないのに後ろ行ってガチガチ準備します。それがトップの選手。わかる？フィジカルもあって、メンタリティもあって、取り組む姿勢もあります。しかも、一日やるだけじゃなくて、し続ける強さがあるから、あのレベルにいるわけ。わかる？そのうちの一つでも、この年代からできたらラッキーじゃん。わかる？それは、行動を習慣化して自分に癖づければ、悪いこともそうでしょ。タバコ毎回吸います。やめられないじゃん。悪い習慣にはまったら。わかる？で、いいものもそうじゃん。ね？
じゃあいいもの食べる、いい行動する、いい言葉使う、人に正しく接する、いい行動も癖つけたらその習慣になるっしょ。だからそれを自分の中でやってほしいから、今日じゃあなんでこれぐらいテンションでやってくださいって言ってるかです。こう習慣化してほしいんですよ。来ました、バッチンスイッチ入れます、ここ来たら信じられないぐらいの集中力で、他では出せないぐらいの集中力で90分2時間やってください。歩きもう終わりました、ドア出ました、ああもう無理だぐらいやってほしい。わかる、それが練習、意味わかる。ここ来た時はそれぐらいのテンションでやる、ね、それを毎回毎回やれる強さがあるかどうか、それは難しいけど、それをひたすら毎回毎回やれる人がそういう世界とか上のレベルとかプレッシャーかかった時に必ず結果出せるようになるから絶対なるから、もうそれだけは約束するから。だってみんな三好コーチが今まで見てきたメジャーリーガーで、メジャーキャンプで見てきて、これはすごいなって思った選手、球界代表する選手ってみんなそうだからね。だから今の段階からせめて行動、習慣、あとはじゃあ取り組む、さっきの熱量とかは誰かに言われるわけじゃなくて、ちゃんとここ入った瞬間に自家発電してやってほしいの、OK、だそれを来週考えて、ここ入ったらスイッチ入れてやってね、 OK。これじゃあもうちょっとさ、手最初ハンジャック手ね、手最初作るけど、じゃあグラブのボール取る種類教えてくれる？どういう種類がある？まず、まあ、じゃあバックハンドね、はい、バックハンド、そうバックハンド、片手オープンで、あとは一番大事なの正面の両手、両手だ。で両手、バックハンド、片手を、これがまず3つ自分の道具でしょ、守備の。だから今日ここで習ってことは、道具箱の中に自分が道具入れていく感じだからね。で両手1個目、片手、バックハンド、3つあるでしょ。ここはまずこの3つの道具をちゃんと作りますよっていうことを考えてやる。でさっき言った準備のステップ、ボールに対してタイミング取るステップ練習があって、これフットワークって足使った練習あるわけじゃん。でさっきじゃあ中学生、ここフットワークどういうことやった、今やったばっかっすけど、ツーステップとかツーステップとかスリーステップ、はい、まあ、ステップのタイプと、はい、あとは取るときに右足でやる、ステップとかちょっと全然具体的じゃないな、はい、どのツール覚えたの、まあ、インパクトとか、それか、うん、足が速いとか、そういったの、うん、合わせてどう、何やってたの、ステップ1と、そうでしょ、1、2、3点シャッフルの回数変えて、フットワーク、これスピードのあるランナーとかに対応しましょうじゃん。でこれ膝つきノックって足使ってないわけじゃん。で最後ライブで足使ってゲームしよう。でこの時に何が変わるかっつったら、距離感とかがもっとゲームに近づいてくっしょ。でここのノックも普通にノックバットで打つだけじゃなくて、本当にバッターの試合のバットとか使って投げてもらったボール打てばもっと試合に近づくじゃん。ってことはこのステップって 3,4,5,6 ってゲームに対してもっと近づいていくよね、実践に。だこの構造をちゃんと覚えてほしいの、守備って感覚だけじゃないから、こういう作り方の順番がありますよ。で今日この流れでやってます。でその中でシャッフル 1,2,3 シャッフルとか、片手両手バックハンドとかって道具を、じゃあ6個自分の道具箱入れました、だからでそれをじゃあ言ってみて、6個ある道具をどう使うかなっていうことを自分たちで決断判断するってこと、試合の中で OK、 そのイメージで進めてっていう、この後やっていくけど OK、 はい、はい、山本コーチはさ、三好コーチは多分その独立リーグ、アメリカの独立リーグで監督やってる頃とか、その前ぐらいから知ってるから、メジャー入る前から知ってるんだけど、
だみんなが多分分かっとかなきゃいけないことっていうのは、じゃあ今スーパースターになってる大谷選手とか、まあプロ野球選手も自分たちから見たらとんでもない才能があってこの人に手が届かないかもなって思ってるような人も、実は君たちが多分分かってないだけで、めちゃくちゃ後ろで泥臭いことしてるんですよ、うん、で泥臭いことしてんの。でその泥臭いことっていうのが実はめちゃくちゃ重要で、だ今日さあそこで言ったっしょ、諦めちゃったら終わりじゃんって言ったじゃん。みんな勝手に一塁アウトかセーフか分かってないのに、もうボール拾って投げることすらしてなかったじゃん。でもこの姿勢を練習の中で積み重ねるってめちゃくちゃリスキーなんだよ。もう危険なんだよ。なんでって、自分が分かってないだけで簡単に諦める人間になってるからね、うん、決勝来ました、ツーアウト1点差1本出ればいいかもしれないとか、そういうプレッシャーかかった状況でそれの積み重ねが出るからめちゃくちゃ危険なの。わかる。だから分かってほしいのは、才能がもちろんある人もいるよ、この業界はいるんだけど、だけど才能も大事だけど、才能以上にもっと大事なこともあるっていうのを今の年齢から分かってって積み重ねた方が強いよ。あ、三好コーチ30後半まで分からなかったから、それが自分の長所だっていうことに。だけど少年野球とか中学生とかからそういう意識づけ持ってやってった子がどう変わっていくのかっていうのは、うちの神奈川のスクールでもうちの生徒に言ってるけど、めちゃくちゃ興味はある。で日本って上手い選手がめちゃくちゃ多いから、技術的に、うん、だけどさっき言ったマインドセットって意識づけの部分とかメンタリティって絶対にここの勝負は落とさない、落とすわけがないって思えるぐらい強い自分を作るとかっていうのは、やっぱりまだまだ足りてないって帰ってきて思うから、だからそこよくさ、技術積み重ねるために練習するわけじゃん。ご飯体大きくするために毎日ちょっとずつ食べて体大きくなりたいってトレーニングするわけじゃん。人間の心もそれと同じだからね。メンタルもある時急にドーンとかなんか強くならないから、強くなりたいなって、プレッシャー強くなりたいな、試合でも勝てるようになりたいなって思ってる子が、日々のこういうさっきの練習の中でそれを積み重ねてた時に初めて爆発するんで、なんでとても君たちが思っているような綺麗な形で今みたいなところに三好コーチはいるわけでもないし、大谷選手もそうだし、例えば大谷選手の監督になって日系の、沖縄のお母さんかなんかで、ね、アメリカ人のお父さんの監督なんだけど、今ドジャースの常勝軍団の監督ずっとやってて名将って言われてるけど、でもみんな知らないけど、一回ガンで死にそうになってるからね、うん、自分のコーチのキャリアとかもガンになってもうついえるかもしれないっていう状況があって、そこを全部克服してきたから今みたいな常勝軍団の大谷選手の監督とかなるわけじゃん。わかる。だから意外にみんなが知らないだけで結構泥臭かったり大変なことがあったりするんですよ。なのでイチローさんもこの前めちゃくちゃいいことを日本球界に提言してくれてたんだけど、楽なことの先に価値のある答えなんか出てこないからね、うん、こういうとこで自分を本当に厳しくとかチームに対して厳しくとかできる人っていうのが野球長く続けてってほしいけど、そうじゃないとしてもその先で世の中の人に必要とされて社会でも活躍していく人だから、だからそこは今日一番本当に伝えたいことなんで、まあ、泥臭くね、できることをちゃんと逃げないで積み重ねてやってってください。お願いします。